ヤッホー、ニュン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 って何？広島の爆誕の予定が発表されたこと自体は元気でた。そうなんですよね。いや、なんかそうそうなのよそうなのよ、本当にちょっと自徳さんありがとう。これは何ですか？ツインテールちゃん。あー、今日ツインテールしてないよ。そうじゃん、今日ツインテールの日って私あげたんだった。ツインテール自徳さんありがとうそうなんですよ。あ、トクリンありがとう。嬉しかった、当たれて。くまぽんお疲れ、ありがとう。チェリーさん、ザキー、ピーナッツありがとう。かおちゃん、ピーナッツ。プータさん、福内ありがとう。お揃いだね、くまぽんお揃いだね。そうなんですよ。あ、ゆずきちさんありがとう、ツインテール。ゆずきちさんありがとうピーナッツありがとう。プータさんありがとう。辻ちゃんありがとう。辻ちゃんいつも引用リポスト嬉しい、ありがとうね。ひろっち、やっほー。ひろっちハートありがとう。チュリーさんありがとう。デミマリンさんありがとう。オージーリバーさん飛行機ありがとう。いや、ちょっとリサ子の発表には皆さんも多分驚きましたよね。リチャコの見れなかったです。自分がリサ子からそのことを聞いたのは実は最近、まあ、最近ではなかったんですけど、そうクリスマスの日にひみおり沢で遊んだ時に聞いたんですね。そう、嘘、七並べなんか結構皆さんやってくださってたみたいで嬉しかった。またメールで送ってやろうかなって思います。ちょっとあのゴールデンベッドタイムの前にやってしまったのちょっと申し訳なかったなと思って。そうなんですよ、あの同期のりさこ、清水りさこちゃんが活動辞退することになったんですけど、そう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 、お、嬉しい、OG リバー。そうで、クリスマス多分自分の人生史上一番泣いたクリスマスな気がするクリスマスに泣くことなくない？で、しかもりさこから聞いた時に、いや私はなんか普通にみんなで遊んだ後リサ子と配信をしたんですよ、ショールームで。で、いちごのお家に集合してまたみんなでちょっと遊ぼうよみたいな感じだったんだけど、なんか夜ね、みんなで花かっぱかなんか見てたのかな、あ、あたしんちを見ててこたつで、しゃらんなんかリサ子が言わなきゃいけないことがあってみたいな感じで話し始めて、でまさか告げられるなんて思ってなかったからもうびっくりして、私はなんかスーパーのスーパーでお菓子買ってもらえなかった子供みたいにやだやだって泣いててなんかそれ、その姿がおもろすぎていちごが笑ってましたなんか全然泣けるタイミングだったのに私のせいでいちごを笑わせてしまったみたいな。そうね、そう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 、クリスマスの裏はそうな、そうだったんよ。まあでもなんかその時はびっくりしちゃったからそうそうだったんだけど、でも今はなんかまあいろいろりさこを応援したいなって思って、だだっこみょんみょんだったよ。やっほーはるかん、ヤシさんこんばんは。ウキザリハートありがとう。だからそうだね、うん、
でもみんなもりさこのこれからのこれから先を一緒に応援しようね、イエーイ。そう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 、そうなんですよ。そう、1年でもなんか本当にまあ3期生ってあの海外から来てる子が多いじゃないですか。海外じゃない、なんだっけ、国外から来てる子が多いから、なんかなんだろう、結構広島に友達がいるわけでもないから、こうやっぱ同期が友達みたいな。そう、あ、県外だ、国内、国ってなんだ、日本内、うん、県外だ、県外だ。ちょっと待って、もう無理だ。そう、県外から来てる子も多いし、こうやっぱうん、一番同期が大きい存在だからね。頭いいでしょ、フラピチーノ。外人やばい。そうだから結構もう振り入れが全然無謀の振り入れが全然覚えられなくて、もうめっちゃ真夜中にりさこと一緒に覚えたりとか、なんかちょっとピエンだよって時とかも結構りさこと電話することが多かったんですよ。だから本当に何だろう、まあ本当にね、先輩の卒業とかももちろん悲しいけど、やっぱ同期の卒業ってなると一緒にいた期間とか一緒に乗り越えたものがあるから悲しい。とてもみんなダンスの先生だった。そうです。え、ふう兄さんつらい、それはつらい。でも最後に僕の太陽公園でりさこと一緒に踊れるし、もうりさこと出れる僕隊はないのかなって思ってたから、ないかもしれないのかなって思ってたから、今日僕隊ありますってなった時にもう速攻りさこに LINE しました。そうなので、そう初めてです、そのステージは。なのでりさこの最後の僕隊はもう本当にりさこがアイドルで叶えたかったできる限りのものを叶えてあげたいよね。そうなの、そう寂しいです、普通に寂しい。やだやだ、寂しいって言って泣きわめいてました、私は。そうだね、そう嬉しいし、いちごがその僕隊のメンバーに入ってるのも嬉しいなって思った。いちごとりちゃん北清水のね、僕隊も B チームの僕隊も見に来てほしいです。本当にリチャを卒業恐怖症の、それな。それな、
もうびっくりだよね。アミタさんありがとう。リサココールしようね、みんなでみんなでリサココールはもう盛大にやってあげてください。本当にそれな、びっくりしました。できてよかったよ。不要物さん結婚して嬉しい、ありがとう。国内のこと国外って言っちゃってもよかったらお願いします。にゃーごとありがとう。ピーナッツ、フェルツハートありがとう。大丈夫ですよ、置き去り。でも本当にリシャのダンスっていうかリッチャのダンスね、アイドルのクオリティ以上のものだったから本当にね、悲しいよね、そういう面としても最後のエスタいつも普通に終わったらね、ああよかったってマルスさん飛行機ありがとう。そうだね、でも人生は出会いもあり別れもありますからね。別れがなければ出会いもないかも。いやー嬉しい、土りそちゅん、土りそちゅんになってる。土りそさんの声量あればもう、土りそさんはだいたい推定50人ぐらいの声量がうちレスさんがいたら盛り上がりますよ。エデオンも役に拾え、お嬉しいな。今日好きな人と仲直りできたらいいけど、友達と恋人みたいな関係強すぎるなら結婚して、それはちょっと好きな人を大事にしなきゃいけないと思うので、私のことが好きになったらちょっと申し込みしてください。50人でもなんか自分ゲームしてる時の声がすごいでかいんですけど、ゲームしてるとなんか一人だけジュラシックパークいるのかなってよく言われるそうだから50人の方がいい。ガッハッハじゃないよ。でもなんかそう最近はねちょっとびっくりすることがいっぱいあって、あれだよね。まあでもその分ノアミョンがみんなを笑顔にしたいと思いますそんな会話してゲームするの配信でいいって言った。いやちょっと本当に音割れしすぎて見せれないかもしれない。ずっと大切にするので結婚して本当にずっとなのかな、心配なのでちょっと怖いですよ。マスカズずっとかな。ザッキーハートありがとう。ジューアンビーアイさんハートありがとう。リョタさんかわいい、嬉しい。リョタさんのツイート見ましたよね。ミーヒンさんの卒業もびっくりした。でももう一期生さんたちは7年とかだからね、一日一日一回一回を大切にしたいなって思いました。笑顔なってる、よかったよかった。コメントが浮かばない、無理しなくても大丈夫だよ。イベント期間中もちろんです。イベント期間中頑張ってくださいね。イベント
とよくわかんないよくわかんない。でもなんか今日ショールーム見てたら、りょうさんのショールーム見てたんですけど、なんかあのギフトの周期みたいなとか説明しててすごいなって思った。セット前後逆じゃない、これは後ろにほら柄があるやつなんですよ。だから逆じゃないんですよ。びっくりだよね。え、りちゃこさ、え、そうそうそう、今日のさ、いつやってたの？私行きたかったんだけど、知らない間にあの公式で出ててびっくりしちゃった。公式のやつ1位で目取っちゃったもん。ほんかん、うん、お疲れ様、明日も応援してるね、おやすみ。首元しまって、え、そう、もうなんか私首が詰まってるのすっごい嫌いで、あの学校の制服とかも上まで締めなきゃいけないじゃん。あれ締めてたらもう本当に首にジンマシンが出てくるぐらいで、もう首にあるものが辛い。洋服も嫌いなんですよ。だから寝る時とかはこうやってやって寝てます、いつも夜。だからあのここがすぐよれちゃうんだよね。あ、そうなんだ。首寒いけどか、なんかき、なんか首のあたりが気持ち悪いんです、服が年がら年中。え、それでなんか学校で首もうめっちゃここがしまっ、なんか校長先生の話を放送で聞くみたいな、コロナだったので時に、もう本当に首そこ、その時はあの第一ボタンまで締めなきゃいけないみたいな感じだったから締めたんですけど、もうキモすぎてジンマシンが出てきちゃったので、飽きてたら先生にめちゃめちゃあの人生最大のどしかられをしまして、え、締めないんだ、どしかられて廊下に出されました。でジンマシンが出ちゃってって言ったら、それは悪かったなって言われました。そう、でもなんか本当にクラス替えの土出発みたいなので、クラスの人にめっちゃ笑われました。恥ずかしいです、クラス替え土出発、土叱られる私。今日はナイトアッチ、いや、そうだよね、うち、そうなんだ。3日連続、確かに怖いですよ。令和の時代でも廊下に出せた。え、で、なんか私の親友は2個クラスが離れてたんですけど、あ、高校の仲良かった3人がいるんですけど、隣のクラスともう1個隣の、あの、ん？もう1個、1個、3クラス離れてる親友がいたんですけど、そっちまで、あの、どしかられてる声が聞こえたらしくて、長谷川って言われてたから、なんか廊下に出てきて、なんかおいおいみたいな言われました。立たされました。怖いですよ本当に。それな、やばいよね、あの首が本当に。でも最近は制服をあんまり着ないようになってからは良くなってきました、だいぶ怒られる心配がなくなったので。どしかられましたよ本当に。どしかられることなんてなくない、人生で。だって人がどしかられてるのわかるけど、わかる、あるけど。首元が優々な感じ、いや、ちょっとじゃあ着付け図にします。昭和生まれの先生、いや、でも
そんなことないと思うけどね、今は。私の高1の時の先生はもう今年で最後の受け持つクラスだったらしいんですけど、自分たちは普通の一般コースみたいなやつだったんですけど、その先生はもともとずっとなんかこう、なんて言うんだろう、スペシャルクラスみたいなのを受け持ってて、そう、なんか頭がいいこのクラスみたいな、なんかこう前の方のクラスを受け持ってて、1組2組とかそういうクラスを受け持ってて、だから初めてそういう普通のコースなったから、なんか心配だみたいな言ってたけど、なんか意外となんかおもろくて、あ、そうそう、特進クラスだ。そうだけどめっちゃ先生と仲良くて、担任の。高校ってさ、先生がずっと同じ先生じゃないじゃん、科目がいっぱい。自分たちは多分15とか16とか科目があったんですけど、先生が授業を受ける、先生の授業を受けるのってさ、大体月に 2,3 回とかだけど、めっちゃ仲良くて、担任の先生とクラスがね、クラスみんなが仲良かったんだけど、それでなんか今までね一番楽しいクラスだったって言ってくれて嬉しかったし、なんか日誌みたいなのもね毎週やらされてたまあちょっとそれはなんか正直大変だったんですけど、なんか相談とかあったら書いたらめっちゃなんか素敵な回答が来るんですよ、その先生から。なんか背中を押してくれる言葉をかけてくれて、そうだからなんか高1の頃の担任の先生は結構なんかこういう大人になりたいなって思う先生でした、めちゃくちゃ。よいしょ、なんか角度が曲がってる。そうなの、めっちゃいい先生でした。いいよね、なんか青春って感じ、怖いよね先生、怒ってる音すると怖い。交換ノート懐かしい、プロフィール帳とか小学生の頃流行ってたな。なんか何に叱られたんだろう。栃木のスーさん、こちらこそありがとう嬉しかった。特進クラス学生時代は頑張ってました。いや、なんか特進クラスはもともともう上がるも下がるも私はなかったんですけど、なんかそれを選択して受けれるみたいな。遠野さん、ハートありがとうございます。交換日記してみたい人生でした。でも私交換日記したことあるっけ。なんかいつも一緒にポケモンごっこしてたうん、そんぐらいの付き合い。今日の自己紹介メール、お、嬉しい、自己紹介しちゃった。なんか毎月撮ってくれてる人はちょっともう知ってるよって内容だったら飽きちゃうかなと思ったので。ノアさんはこれ演技とかできるの？私お芝居の練習レッスンを聞いてたんですけど、怒る演技が下手くそすぎて怒ったことないんかって怒られました怒られました。あ、はじめまして、今日パンダさんお誕生日、お
京パンダさんおめでとう、すごいおめでとう。ツインテール、じゃあもう今日はツインテールでお祝いするしかないですね、京パンダさんのこと。よし、ハッピーバースデー京パンダさん、ハッピーバースデー京パンダさん、ハッピーバースデーディア京パンダさん、はいはいはい、ハッピーバースデートゥーユー、あ、ハッピーバースデー京パンダさん、イエイイエイおめでとう京パンダさん、良い良い素敵な一年にしてください。初めましてだけど良き一年を願っています。確かにこの場所が交換日記。なぜか仲良かった友達と回して君で仲直りしちゃった。え、いいね。明日誕生日の人に来てお誕生日おめでとうお願いします。明日もう23時57分なんで明日しようかな。え、もう23時57分なんだ。この部屋に時計がなくて分かりません。自分の部屋にいます今。パソコンの風で目がパサパサ。とりあえずランキングを読んでおきましょう。13位ロボリン、12位浮遊物さん、11位かわちゃん、10位にゃーごたん、9位キュルンさん、8位プータさん、7位かずちゃん、6位ザッキー、5位チュリさん、4位くまぽん、3位まさかずさん、2位ゆずきち、そして1位はじゃ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 ん、じとくさん、ありがとうございます。ありがとう、今日メールで送って七並べ対戦してくださった方もありがとうございました。また、まあ、配信でも予告する時もあるんですけど、七並べもあのメールで送ろうかなって思ってます。あ、1位長谷川のあちゃんの旗を持ってるさん、イエーイありがとう。対戦できなかったけどありがとうございました。こちらこそやってくれてありがとう。もう七並べ私のカード使ってくれてる人が I love you です。みんなおやすみ。クリスマスのこととか、いやいや全然、いやなんかちょっと話すか迷ったけど今日はこの話かなって思って、また明日、うん、おやすみー、バイバーイ。うそ、マスカズさん、あ、ちょっと当てようね。バイバーイ、じゃあねー、おやすみー。